ヒラー航空博物館に展示される VXT-8 の実物大模型コレオプターは胴体がダクテッドファンの内部に備えられる垂直離着陸機の形式。一般的に大きな孫のような形状が後部に延長され小型の操縦席がそこから前にある。コレオプターは一般的にテールシッターでもある。は1950年代にフランスで最初に開発された C450 コレオプテールでカブトムシを意味するカリアアプターに由来する。最初にコレオプターの概念の設計を明確に使用した航空機は第二次世界戦中に開発された。1944年からドイツ空軍は常に航空基地を爆撃にさらされ続けており大規模な作戦に対処することは困難だった。そこで滑走路の不要などこからでも離着陸が可能な。 垂直離着陸迎撃機の導入が提案され多くの提案はこのようなシステムだった。ハインケルはハインケルベスペやハインケルラーチェの一元の設計の一環として調査した。ベスペはベンツ製の2000馬力のターボプロップエンジンを搭載する予定だったが実現せず、ラーチェは代わりに2機のダイムラーベンツ DB605 レシプロエンジンを搭載する予定だったが実現しなかった。 第二次世界大戦後、V トールの研究はヘリコプターが中心になった。しかし、単純な回転翼の限界が明らかになり、他の解決策が模索され、多くはジェットエンジンを直接垂直の推力に使用する方法に切り替えられた。スネクマは1950年代にあた、ボラントシリーズの一環として一連の開発を行った。さらに改良された。 設計のため、スネクマとノールアビアシオンは、環状翼を備えた C450 カリアアプターを開発した。カリアアプターは、ファーストフルーオン6名1959年5月6日に初飛行したが7月25日に墜落して、更新されなかった。試験した時点では、エンジンの核運動量に関連する複数の深刻な問題で操縦は困難だった。アメリカでは、 ヒラーヘリコプターでチャールズ・チンマーマンによってダクテッドファンを備えた複数のプラットフォームが設計された。いくつかの初期の成功後、陸軍は機体の大きさと重量を増やすように要求したところ安定性の問題が新たに生じた。これらは修正するためには一般的により大きさと出力を必要としたが設計は不十分だった。代わりにヒラーは海軍に 完全なコレオプターの設計の概念を製造を持ちかけた。これはスネクマの設計に酷似するヒラー VXT-8 として実現したが、ジェットエンジンの代わりにプロペーラを備えた。しかし、UH-1 のようなレシプロエンジン式よりも、著しく性能が向上したタービン式のヘリコプターが導入されたために、海軍は予想された性能が幾分優れていたにも、 かかわらず、VXT-8 への関心を失い、実物大模型のみが完成した。コンベア社は、アドバンストエアリアルファイアサポートシステムの競争入札でコレオプターの配置をモデル49の提案に選んだ。フスは高速ヘリコプターの設計を攻撃と支援任務のために打診して複合ヘリコプターが想定されたが、モデル49の設計は従来型ではなかった。 陸軍は従来型を選びはマイナス56シャヤンと S マイナス66がさらに開発が進められた。ありがとうございます。